レディオスマイル、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 ワン、ツー、スリー、フォー、宮野真守のレディオスマイル。皆さんこんばんは、宮野真守です。さあ今週も始まりました、宮野真守のレディオスマイル。本日、まあ、30日土曜日ということでね、日本武道館で行われたジュノライティング東京公演の1日目が無事終了したはず。遊びに来てくださった皆様ありがとうございました。そして明日はついにジュノライティングの最終日、遊びに来てくれる皆さん一緒に盛り上がりましょう。いやでもついにここまで来ちゃいましたよ。ツアーファイナルだからね。いやー皆さんに支えられここまで来れました。もう最後にね、最高のジェネレーティングを見せたいと思っておりますので、楽しみに待っててください。そしてニューシングル How Close You Are がついに発売されたので、早速届きました。メールがたくさん届きましたので、皆さんからの感想メールを紹介していきたいなと思っております。それとですね、僕はこの今1週間の間にまあいろんなことがあったので、いろんなことへの感想がたくさん届いたので、そちらの方も紹介できる限り、紹介していきたいななんて思っております。この番組はリスナーのあなたから届いたメッセージが主役です。どんなことでも OK なのでどんどん送ってきてください。メールアドレスはmamo@joqr.net、 mamo@joqr.net です。それでは今日も張り切って参りましょう。宮野真守のレディオスマイル。この番組はキングレコードの提供でお送りします。ではでは今週も皆さんのお便りをどんどん紹介していきましょう。ほっこり、ほっこりのコーナーとして全部を紹介したいぐらい皆さんのメールが愛に溢れていて嬉しかったな。なので、一つのこのね、テーマをね、ほっこりとして紹介しようかなと思うんですけど、まずはね、こいつのプライズの話をほっこりとして紹介したいと思っております。お手紙でくださいました。嬉しいですね。ちゃん付け希望、おねむの隊長、えみちゃんからいただきました。もちゃん、まんばんは、まんばんは。セガで、こいつ人形の UFO キャッチャーにチャレンジしてきました。最初は一人で行ったのですが、難しくて難しくて、時を同じくして興奮していた、まもちゃんファンの方と順番に、難しいですね、こうした方が取りやすいですよ、と教えてもらいながら、こんなに UFO キャッチャーに真剣になったことはないというくらいに頑張りました。が、ちびっここいつ、一つしか取れませんでした。でもいいね、こういうやりとりがゲームセンターで。初めてそこで会う方々とすごいことだよね。その後子供たちを連れて別のお店に行ったのですが、あ、お母様6年生の長男が、あ、大きいお子様が6年生の長男が大きなこいつを4体も取ってくれたのでした。すごいね。いや、長男は自分のお年玉でしていたので、ここまた可愛いんだけど、その4体は長男のもの。まあそうだよね、自分のお年玉でやったんだからね。私のセリフね。あー、こいついいなー、お母さん息子の前でお年玉で取ったんだよ息子と見つめていると、じゃあお母さんの誕生日プレゼントまだやったから、と大きなこいつをプレゼントしてくれました。お年玉で取ったやつだよ、6年生のお年玉って超大事だよね、優しい。すると大きなこいつを全く取れずにいた2年生の次男が涙を浮かべてしょんぼりいいなーって思ったんだろうね、俺も欲しいのになーって。チラリとその涙を見た長男は、もうしょうがないなぁと言って次男にも大きなこいつをプレゼントしていました。まあ4つも取れたからねいつも喧嘩ばっかりしてると思っていたら、優しいところも見せる長男にちょっとほっこり。その後セガのお兄さんお姉さんたちにすごいねと言われ、帰り際長男が、俺は UFO キャッチャーの神だと自分の意外な力に気づき叫んでいました
横から次男も、ほんまや、お兄ちゃん神やなぁとご機嫌をとっていました。もらったからね、大きな人形。小さなこいつも全種類取ることができたのですが、こいつは可愛い顔して、手強いやつでした。だって可愛い、この兄弟のやりとり嬉しいね。こうやって親子でも盛り上がれるっていうのね、すごく嬉しいね。ほっこりさせていただきました。あのね、こいつのお話ね、面白いんですよ。ラジスマネームアスミンさんからいただきました。こいつのプライズ感おめでとうございます。ありがとうございます。これはぜひ欲しいと思い、近くのゲームセンターでビッグぬいぐるみのクレーンゲームに挑戦してみましたが、ゲームをやるのも久しぶりでなかなか取れず諦めていたところで、店員さんが来て、宮野さんお好きなんですか、取りやすい位置に移動しますねと言って取りやすくしてくれたのですが、取れず何度も位置を変えてくれて悪戦苦闘し、最終的にこれなら確実に取れるだろうというところまで移動してくれて取れた。だこれなんかさ、俺これを見てすごく不思議な気持ちになっちゃって、ゲームセンターで普通に UFO キャッチャーの前で店員さんが、これ宮野さんの好きなんですかって店員さんが言っている風景、なんか感動しちゃって、あ、そっか、自分のキャラクターがそうやってゲームセンターに並ぶって、そういうことなんだって。最初はね、殴り書きだったあのキャラクターがこんなに大きくなってね。いやーもうびっくりですよ。なんかさっきもさ、ゲームセンターでそうやって初めての人たちとこう、やりとりがあるとかね。いや、すごい微笑ましいじゃないですか。あとこんなのもありましたよ、ラジオネーム、シロさん。プライズの、こいつさんマスコットを求めてゲーセンに行くと、店内の BGM がすべてマモ。これすごい。すごいと思いながら、こいつさんが鎮座するクレーン台に行くと、アメージングの T シャツとパーカーを着て、ペンライトを振る陽気な店員のお兄さんが。マジか。こいつさん待ちの列整理をしていたのですが、聞けば私物のライブグッズを持参し、その他装飾グッズを買い込み、朝4時起きでクレーン台を飾り付けたんだそうで。マフラータオルとかトートバッグとかいっぱい飾られていましたよ。そんな素晴らしいマモ愛の店員さんと周りで見守ってくれたマモファンのたくさんのお姉さんたちの応援もあり、池袋最後のこいつさんを無事お迎えすることができました。だってすごいな。みんな武道館ついでに参加するとのことで、本当に楽しみです。あそこにいたみんなが今度は武道館にこいつを持ちながら集まるわけだね。すごい店員さんがいたもんだ。すごい。他のだってグッズだってあるはずなのに、マモの BGM を流してくれて。嬉しいね。ありがたいね。いやー。あと気になってたのが、こいつさん、なんだね。さん付け。なんだね。いや、みんなありがとうございます。ほっこりさせていただきました。ラジオネーム、さやこさんからいただきました。次のお話ね。第5 P 見ましたよと。ありがとうございます。体調はそこまで良くなかったのですが、どうしても生で見たかったので、22時から1時間仮眠を取ってみました。もう1時間だけ仮眠。寝不足すぎ。感想から言いますと、無理して見て良かったです。だって。に、つきます。だって。ラジオだけではつまらないマモちゃんとダイゴさんの仲の良さがとてもとても伝わってきて、終始ニヤニヤしてしまいました。耳元で囁きあったりとかしたんですよ。フィニッシュつって。仲良しだよね、俺ら。特にブタミントンですね。だって生まれて初めて見ました、マジか。ジェネレーションギャップ欲しくなりました。だってダイゴさんが一生懸命ブーブーやってやっと上げたと思ったら、ママちゃんが一発プシューとやって追い返してしまう、そんなやりとりがとても面白かったです。もううちあったから、子供の頃ブタミントン、プロだから俺ブタミントンのすげえ楽しいんだよブタミントン。知らないか。まあだってもう売ってないらしいからね。そのスタッフさんもこうなんかオークションで落としたみたいなことを言ってらっしゃったので、うん、多分売ってないんじゃないかな。もうまあ昔ながらのゲームって本当に面白いよね。あとなんかあれ知らない、剣闘士みたいなさ、なんか違う、あのグローブ型のリモコンみたいなのを手に持って、ガシャ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 ってやると、そのチューブで繋がれている人形がガシャ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 って動いてパタンって倒れるっていう、ああいうのいっぱい持ってたなぁ。猿も木から落ちるとか。懐かしいね。ラジオネームなおさんからいただきました。ダイゴさんとのニコ生見ましたと。ありがとうございます。
私も牛乳何でもいける派です。あ、牛乳の話ね。盛り上がってくれてありがとうね。何でもいける派の人たち。賛同者はあまりいなかったけども。でもこれがいいんだよね。3.6 牛乳の絶妙さも激しく同意です。いやー、わかってくれる？ありがとう。やっぱ 3.6 がいいよね。なおさんありがとう。お母さんがたまーにうっかりして買ってくる特の 4.5 とかを見ると、うわ、マジかと思ってました。さあ、わかる、俺これわかる、特の 4.5、うわ、マジかってなるよね。わからんって。柴田さんめっちゃ首を横に振ってる。3.6 の重くなくても牛乳感を失わない感じは最強だと思います。わかる。やっぱですね、何でも何のご飯にも合うのは 3.6 なんですよ。濃い牛乳はね、あのバターとかがね、作りやすいですけど。昔牧場にいた時やんなかった？絞りたての牛乳で。カチャ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 って。これ一生カチャカチャやんなきゃいけないのかなっていうぐらいめっちゃ振るやつ。いやー懐かしいですね。あ、よかったです。はい、そんな大吾さんね、うちの番組にも来てくれましたが、あの本当に楽しかったですね。あの大吾さんの番組は独特な空気で独特なペースで進んでいく番組なんですよ。はい、ね、その中でも話しました。ぜひコラボしたいねと。実現するといいね。こんなに意気投合したんだからね。意気投合で言うとね、こんなあのメールも来てます。ラジオネーム七重さんからいただきました。ラジラーさんで聞きました。あー、ありがとうございます。生放送出てましたね。オリエンタルラジオさんとラジオってどんな感じだろうとドキドキしながら聞きましたが、お二人ともすごく回転が早く、トークが上手なだけでなく、さりげなく聞き上手で、ママのお話をたくさん聞き返してくれて、もう本当お二人ともすごいのよ。やっぱ頭がいいからトークの挟み方とかすごいね。感動しちゃった。マモもチャラ男キャラで、藤森さんのお家にお邪魔するのが上手で、すごく笑って楽しく聞かせていただきました。藤森さんとはライフスタイルの共通点もたくさん見つかっていましたし、距離も一瞬で縮まっていたので、いつかラジオスマイルにゲストに来てくれるといいですね。いいね。なんか今まで出会った人たちがこの番組にゲストに来てくれたら面白いよね。オリラジさん来てくれる？それすごいことだよ。曲の間とかもね、ずっと話してたからね。なんか本当にね、すごい褒めてくれて。優しいのよ、二人とも。藤森さんの方からね、写真撮りましょうって言ってくれて。しかも藤森さんの方から抱きついてきてくれたんだよ。だから僕も手をそっと添えました。どうもでーす。マモーって言われる。面白かった。そのチャラ男同士のやりとり、なんかすごくね、なんかしっくりきたね。あのタイミングのやりとりは楽しかったな。はい、そしてこんなメールも来てますよ。ちゃん付け希望みのりちゃん、 MJ の観覧参加しました。そう、まだ放送はまだだけど、観覧ね、来てくれたんだね。ミュージックジャパン、宮野さん素敵すぎます。ありがとうございます。私は歌う宮野さんはフリーのイベント以来2回目だったのですが、なんでしょう、あの美声。ありがとう。宮野さんが歌い出した瞬間に世界が変わるようでした。ありがとうございます。特に夜空に願いを込めての部分の力強さ、物悲しく切ない曲の中に希望を見つけ、鳥肌が立ちました。ありがとうございます。余談ですが、開演前にお手洗いに並んでいる時に、隣に並んでいたおばちゃんが、あなた誰を見に来たの？と聞いてきたのです。宮野真守さんですと答えると、あら、宮野さん。前にも MJ で見たことあるけど、かっこいいわよねと褒めてくれました。嬉しい。嬉しいです。ぜひね、オンエアされたら見てください。マモがどんな活躍をしているのか。そしてすごい、もうほんといろんなことがあった、読み切れないかもしんない今日。マモラジネームエリンギさんからいただきました。 R の法則見ましたよ。ありがとうございます。鬼ごっこしようぜ。で、メス化させたり、まさかのコント紹介、腹チラ講座、アジンの収録現場潜入、ライブコーナーなど、30分とは思わないほど濃い内容でした。いや、濃かったね。あんな丁寧に特集、もう丸々宮野だからね。30分、すごいよね。一つ一つ感想を書きたいのですが、それを書くと原稿用紙100枚くらいになりそうなので、短めに。一つ一つが100枚ってこと？
R の法則本当に素晴らしかったです。マモの新たな一面が見られたような気がします。より一層マモが大好きになりました。これからも応援しています。お体に気をつけて頑張ってくださいと。ありがとうございます。いや嬉しいなぁ。そう、いろんな、まあ、10代に流行ってる状況とかも知れたよね。鬼ごっこしようぜは耳つぶって言うんでしょ。耳元でつぶつぶするわけでしょ耳元でつぶやくんでしょ。いや、じゃ、鬼ごっこしようぜって言ってくださいっていうリクエストがあったんだよ、実は。そう、だからね、ちょっとね、どうやって言おうかなと思って。結果もうね、ガツッと腕で引き寄せて、男子の耳元で、鬼ごっこしようぜって言う。あれ楽しかったね。いいリアクションしてくれるんだよ、アールズのね、メンバーたちが。いや、本当にいい子たちだった。みんな、僕の本当に一個一個に反応してくれたし、山口さんが本当に素敵な方だった。もうなんか本当に山口さんがなんか面白くしてくれた気がする、僕のことを。本当一個一個本当に拾ってくれて、ユーミンさんからいただきました。 R の法則見ました。前半は耳つぶやタチミの腹チラで興奮しすぎてぶっ倒れるかと思いました。後半は声優としてのマモちゃんが見れて自分の演じ方を貫く姿素敵だなと思いました。とってもとってもかっこよくて可愛くて面白くて素敵でした。ありがとう。これからもお仕事頑張ってください。マモちゃん大好き。 PS よかったらもう一度耳つぶお願いします。どうやってあ、じゃあみんな今の瞬間イヤホンしてみて。耳つぶなるかな。いくよ。みんな、いつも応援してくれて、ありがとう。大好きだよ。ってやったの。俺も好きだって山口さんが抱きついてくれ楽しかったなぁ。いやいや、本当にいろんなことがございまして、皆さん応援してくれてありがとうございました。さてさて、ハウクローズユアのお話に行きたいと思います。ペンネーム、ミツコンドリアさんからいただきました。今回のシングル、How Close You Are は、今までマモちゃんが出してきた曲と少し違う感じがしました。How Close You Are は違うマモちゃんを聴いてるみたいで少し不思議な気持ちになりました。ママと妹も聴いていたのですが、小6の妹が聴いていたら、突然泣き出して、私が、なんで泣いてんって聞いたら、なんと言ったと思いますか？小6の妹がですよ。やっぱ人って、いろんな思いがあるんやな。と、意味深いことを言い出したんです。やっぱりアニメ味を見てるからそれとリンクさせたのかなと思ったのですが、そしたら次はママが泣き出して、ママ、なんでママも泣いてんと聞くと、ママはほんまに、心を込めて歌ってるのがママにはわかんねえ。何でも歌いこなして、聞いただけで、こんなに心をやられんねんで、ほんまやばいわ、と言い出したんです。本当にマモちゃんすごいと思いました全然泣かないママも歌で泣かせてしまう。マモちゃん自身も素敵やし、何より感情を歌で表して歌ってるマモちゃんも素敵ですって。すごいね、3人で泣いてくマモちゃんって泣いてくれたんです、3人で。かわいいかわいい親子。マータダさんからいただきました。マモさん、マモ版はハークロスイヤーゲットしましたと。お菓子を準備し、飲み物も準備、さながら映画鑑賞のような準備満タンで、いざ聞き出し、しょっぱなにコンコン。こんな時に誰や。犯人は姉、かっこ旦那と喧嘩し、私の家に居候中。姉、寝すぎて頭痛かー私知らんし、今マモタイムなんやけど邪魔せんでくれん。姉、新曲アジンのやつ一緒に聞かせてよ。しぶしぶ一緒に聞くことに。ハーグロスユアを聞き終わり一旦停止。姉妹揃って滝のように泣いていたので一旦止めました。姉がすっと立ち上がり、旦那と話してくる。その後旦那と一緒に家に帰っていった姉でした。これいい話。ハーグロスユアを聞いた姉はマモファンになりました。切なさだけではなく力強さや希望もあるこの歌大好きです思うところあったんやね姉ありがとうございます。ラスト、ライスマネームサホちゃん、ハウクロスイヤー発売おめでとうございます。ありがとうございます。
3曲ともじっくり聴いたところ、もうすごくいいんです。大好きです。曲も歌声も本当に素敵でかっこよくてドキドキが止まりません。今回のシングル、曲ももちろんですが、アートワークもとってもおしゃれで驚きました。ありがとうございます。超かっこいい宮野さんのお写真や、髪の質感、帯の裏など隅々にこだわりを感じて、CD を手にしてからずっとときめきまっくりです。こういったデザインは宮野さんも一緒に考えたりするのでしょうか？だって、デザインの勉強してる宮野で気になってしまいました。ありがとう。すごい。さすがデザインの勉強してるだけあって、これ今回実は髪の質感こだわってるんですよ。そこに気づくのすごいね。今までとは違うね、あの髪を使っていて、今回のハンクロスユアを表現する上で、あの素敵なその不思議な質感を出すために、うん、そういう髪を使ってたりとかするので、こういうタイミングじゃないとできないようなものみたいなものをね、実はね、いっぱいチャレンジしてるシングルだったりとかするので、気づいてくれて嬉しかった。そういうのはね、あのみんなで話し合いながら作っていますよ。なのでぜひね、サホちゃんもいろんな勉強をしてデザイン頑張ってほしいですね。カップリングの話は来週しようかな。来週はまあ、ライブの感想とかもいっぱい来るだろうけど、うん、できるだけいろいろ読んでいきたいと思います。今日はね、いっぱいいっぱいになってしまったので、カップリングの話はまたできる時にしたいななんて思っております。宮野守のレイディオスマイル、もうお別れのお時間です。いや本当にいろんなことがあった。いや全然時間足んなかった。あのね、カップリングの感想もね、本当に面白いのいっぱいあって、いいのいっぱいあって読みたかったんだけどね。あの引き続きお待ちしておりますし、絶対紹介したいと思っておりますので、皆さんの感想ガンガン送ってきてください。ハクロツユアのニューシングルの感想も OK ですし、ライブの感想も OK ですし、登録のね、やってほしいことも引き続き募集しておりますので、皆さんよろしくお願いします。メールアドレスは、mamo@joqr.net です。mamo@joqr.net。おはがきの宛先は、郵便番号 105-8000 に文化放送、宮野守のレディオスマイルまで。最近ね、あの、住所がない方がね、いるのでね、これ必ずね、住所とお名前をね、書いた方がええで。なぜなら、レディオスマイルのノベルティグッズ缶バッジが当たるからなんです。名前もない方いらっしゃるのでね、ねえ、ぜひね、書いてほしいな。缶バッジもらってほしいな。今日は誰になるかな。ダラ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 、ラジスマネームサホちゃんに決定しました。おめでとうございます。How close you are の感想を送ってくれて、アートワークのことをね、褒めてくださった方ですね。いろいろ気づいてくれて、でしかもデザインの勉強をしていると。なるほど。ぜひね、この缶バッジのデザインもね、素敵ですからこのロゴも可愛いもんね。なんかそういうデザインのなんか勉強もさ、いろんな資料を見ると思うんだけど、なんかいろんなインスパイアされるものになってほしいなって思いますし、今後もね、あの、いろいろと、その、ジャケの方だったりも、多分様々なチャレンジしていくと思いますので、注目してみてくださいね。いつかね、マモのデザインをするかもしれないしね。サホちゃん。さあ、そんなこんなでもうおしまいのお時間でございます。来週はどうなるかね。ついにだって解禁なわけだもんね。お楽しみに。それでは、来週も聞いてください。以上、宮野守でした。バイバイ。お楽しみに。あ、まあ、いろんなことに対してなんですけど、今のお楽しみには、あー、今日はダメだな俺。ちゃんと終われないとダメだぞ、宮野守る。次回は頑張ります。お聞きください。まだ終わんないのか。おしまい。